私はフィラメリアと申します。以後お見知りおきを。噂の案内に何のことでしょう。あらあら、あなたは迷子ですか。大変ですね。でも大丈夫。さあ、このランプを差し上げます。この子があなたを導いてくれますよ。絶対に救いますよ。効果の光よ、闇を照らし払え。安心して帰れる場所があるというのはなかなかいいものですね。生活にメリハリがついた気がします。迷子の案内ならお任せを。どこの誰であれ必ず送り届けますよ。中層以降の由良にはまだ謎が多いですね。早く解き明かしてもっと安全に潜れるようにしたいですね。最近はアルク君のご飯が楽しみで、つい早く冒険を切り上げてしまいます。昔はむしろ帰りたくなかったのに。何があっても迷宮に潜るのはやめません。私の助けを待つ人がいますからね。これが私が己に定めた力の理由です。道は交わらずとも一時手を取り合うことはできる。それはすごく素敵なことですね。私はフィラメリアと申します。以後お見知りおきを。噂の案内に何のことでしょう。あらあら、あなたは迷子ですか。大変ですね。でも大丈夫。さあ、このランプを差し上げます。この子があなたを導いてくれますよ。絶対に救いますよ。導いて、ポラリスライト。灯火の光よ、闇を照らし払え。あら、敵ですか。始めましょうか。はぐれた方はいませんね。帰り道はお任せあれ。大いなる光よ、灯火よ。ああ、やってくれますね。いや、あれ、いや、we'll be right back.
大丈夫ですよ。よかったです。私はフィラメリアと申します。よろしくお願いしますね。さあ、ちょっと。なるほど。大丈夫ですよ。大丈夫でしょう。お。アルク。いや、うそ。あら、感謝する。いいえ、
かがでしょうか。おお、うん、よろしくお願いします。楽しみですね。何かご用ですか？あら、まあ、それでおしまいですか？ねえ、やれやれ。ステラ、おや？その なるほど。いいんですよ。でも、確か。それって。
れやれ。なるほど。いいえ。例えば、どうしますか？それは。そうだね。ああ、やっぱり。私は私の道を歩いていく。だから、同じ道は歩けません。でも本当に優しい子。ええ、あなたたちもね。いや、やれやれ。
捜索隊は何組ですか？え？星の光よ、我が意に従い導け。私は先に行きます。あらあら、ですがここまでです。そういうことですか。その方、話しなさい。迷う者には手を、進む者には敬意を。嫌いではありませんでしたよ。いつまでそうしているのです。あなたの道はそんなものではなかったはずです。あなたの道を信じて。それより今は、悲しい人。
私の道は私が決めます。それに、ねえ、大丈夫ですよ。それでは帰りましょうか。